はいどうも小玉法政こと、君主名ケタです。今日も元気に三国志大戦頑張っていきましょう。お相手は桃園地塾工場兵光月英。しかも全カードマスター。工場兵もそこそこ使っている人間としては、テンション上がりますね。勝ちたい。この試合、間違いなくどっちかのキレが起きる。対戦よろしくお願いします。さーて、開幕は、作持ちの超攻防と復兵の祭祀以外は場内スタートですね。どっちにも周期がいるので、開幕ゴリゴリ押し込んで引き後号令、みたいな感じの動きを警戒されていたかもですね。いつもは相手の攻めを守るところからスタートする試合が多いんですが、総武力で勝ってるし、相手は一枚が工場兵ということもあって、珍しくこちらから攻めに行く展開です。まあこちらとしては無理せずに、先を割れたらいいなくらいのつもりです。無理に攻めて、向こうが隙間の近いタイミングで舞台を立てた最悪です。カウンターで簡単にライン上げられて桃園飛んできますわら。このまま工場兵の上門で、城が折れていく光景が容易に想像できますね。2人前の圧でライン上げて柵を割りに行きます、ね、さあ槍はお家に帰るんだ。ちょっとずつ柵に近づきましょう。互いに1回の攻めで城を削り取れるだけの工場力があるので、万全の状態で城を殴れるようにうまく持っていった方が勝ちですね。下手に工場兵が手足を取って帰れずに死ぬので、お相手は徹底して攻撃兵を後ろから出さないですね。相手、実質 1.5 個強気なので、この開幕は有利ですね。柵は2つ、引き7溜まるので城に帰ります。お相手は引き7で来るのか、組み込んで来るのか、どっちですかね。とりあえず内乱取りましたが、この試合において内乱一発はほぼ勝ちないわら。殴って落とすか殴られて落とされるかなのでわら。お相手が強そうな気配ですね。工場兵使う側の視点で考えると、このデッキは2、3なので、お相手は相当嫌だと思います。ライン上げに最近に見て削られまくるので、デッキとしては桃園は武力上昇期高いので嫌なんですけどねわら。引っかねと思いましたが、いますね。柵で疲れて、ここの切れ際に桃園でカウンターの方が嫌なので OK。この一撃に託す。こっちの柵は無傷なので、柵で入って迎え撃つ、あわよくばカウンター。お相手はここで殺人。一気に前を詰めて、桃園の武力上昇値を生かして、柵への武力が上がる前に叩く考えですね。とりあえず一石の二鷹で安堵先で2位に記録上げる。ワンチャンうまさから泣いたと思いましたが、そんなに上げてないですねわら。しかし、とっくに逃げたら、今から、監督、鉄道隊の周知が横からの連戦でやってくれました。白衣の家がピアル効果が生きてましたね。桃園の機械の効果により、一部隊でも撤退すると全部隊が撤退します。相手の宝具は殺人でしたので、待機されることもありません。これはもう勝ちましたね。あとは城に到着次第、全力で殴るだけです。城を落とすまで全力でプレイします。万が一、守せ契約や宝具を使わずに攻めて、微妙に城残って、カウンターでやられた、なんて間抜けな事態は避けたいですしね。最後まで全力で戦うのが相手の全員。工場兵攻撃へマスター軍師の敬意を込めて、城玉を乗せた全力の全員を戦っています。撃たなくても勝てるとは思いますが、やるからには不安にしません。この試合、一歩間違えていれば敵の攻勢で城門に叩き込まれていましたね。大変ありがとうございました。俺が号を守ってみせる。工場兵使いとの戦いは燃えますね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。